タゴビル大黒町近くです。ちゃんとエレベーターありますね。タゴビル 1K タイプです。玄関広いですね。はい、リノベーションというか全面改装が入ってますね。風呂も新しいお風呂になってます。トイレ、トイレットペーパーつけるとこ2つあります。キッチンもこれも新しいキッチン入ってます。二口ガスコンロ設置かで、大きいレンジフードがあるので、料理する人はいいと思います。洗濯パンがありまして、これがキッチンスペース、ダイニングスペースですね。うん。で、洋室12畳めちゃくちゃ広いです。これは広い、広いですね。これもともとビルかなんかなんですね。これタゴビルなんで広いですね。うん。広いんで電気つけるところが2箇所あります。で、エアコンも新しいエアコンついてます。これは収納が収納、これかなり広いですね。これはすごい。この奥の方まであるからね。これこんな感じです。収納広いな。これは広いですね。お、物干しが室内についてます。ちょっと開けると、ちょっと今下が改修工事中で音うるさいですけど、普段はそんなうるさくないと思います。